さあ、私すっかり報告を忘れておりましたけど、着替えました。ピータースあたりから着替えてました。はい、さあということで続いてやってまいりましたところはですね、サクスキーガーデンパラダというねところでございます。まあ、ここもね、本当にうちからもう車ですぐ、まあ、佐久平駅からもね10分ぐらいで来れるところなんですけれども、あとですね、佐久平スマートインターと併設しておりますので、なんかその高速から立ち寄ることもできますし、今はね、まあ、スキー場ちょっとオフシーズンなんですけれども、夏は夏でね、こういう感じで、なんかいろんな子供たちが遊べるようなアトラクションがいろいろありまして、あとカブトムシドームがあるらしいですよ。もうこれは結構だからお子さんとかね、夏休みに、ね、家族連れで来るのにもいいんじゃないでしょうかね。冬は冬でね、もちろんもうスキー場として結構やっぱりこの辺りってスキー場あまりないので、もう佐久市民はみんなスキーといえばパラダに来ることが多いんじゃないかなと。僕もね、昔小さい頃ねよく来てました。毎年来てましたんでね、思い出深いところでございますね。あんまりね、でも夏に来たことがないので、ちょっと景色がまたちょっと違ってるかもしれないので、その辺をちょっと見てみたいなと思います。では行ってみましょう。いやー、いいのどか。あーリフトが見えてきましたね。はいはい、おお、あ、こんな感じになってんだ。へえ、綺麗ですね。なんか、はい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 、子供たちがね遊んだりしてるんじゃないですか、この辺で。ははー、はいはいはい、いや懐かしいですこの感じ。いやー、やっぱちょっとずつね様変わりしてますね、いろんなところが。うん、はいはい、ここがそのレストランで、お、何ですか、昆虫体験学習館っていうのがありますね。何でしょう、さっきちょっとちらっとしましたカブトムシドームなんかもね、ちょっと離れたところにあって、へえ、ちょっとこっち入ってみますか。はい、昆虫体験学習館、体験できるのかな。邪魔します。お、あ、早速昆虫というかカブトムシいますね。お、え、ヘラクレスいる、すごい。ほら、いやー、でかいですよヘラクレス。へー、あ、オオクワガタとかもねいますね。へー、すごいな。はいはいはい、さあ、そして一体何が体験できるのか、ちょっと失礼します。ほー、昆虫体験学習館は佐久市に生息している昆虫から世界各国の生きた昆虫を飼育展示か。へー、いや、すごいな、ヘラクレスやっぱでかいですね。はあ、昆虫採集してました。昆虫採集してました。